everybody. This is Ali, and you're watching Ali's Bug Vibe Lesson.、こんにちは、アリーです。久しぶりです。今日はですね、久々にちょっと新しいものを手に入れたので、そしてまだ多分世界的にも使ってる人が少ないものなんで、ご紹介したいと思います。ババーン。これ、ただのプラクティスチャンターに見えるような見えないようなものなんですけども、形的にはプラクティスチャンターですね。これはブレアパイプス、ブレアチャンターっていう、新しい電子バグパイプです。これはスコットランドじゃなくてオーストラリアのメーカーが作ってるものなんですね。で、こうマウスピースのところ外れるんですけど、これ穴は開いてなくて別に吹かないです。ただここについてた方がパイプは落ち着くだろうということでついてるのかな。でここにこれ充電するとこがあって、ここをプラグ挿すところ、イヤホンとか挿すとこがあって、でここに見えるかな、ババン、ダイヤルがついてます。これ触れるとこってここしかなくて、これ押すと電源が入ります。で、このままでは音は出ないです。これはスピーカーとかヘッドホンにつながないと音が出ません。で、じゃあ音を出しましょうか。はい、じゃあここに今あれにつながってるんですけど、ここを刺してここを押します。これで、今出した音はハイランドパイプの音なんだけど、これは4つ音が出るようになってます。グレートハイランドパイプとプラクティスチャンターとスモールパイプと、あともう一個ちょっとよくわかんないなんか入ってます。4つの音が出ますね。で、この今までの電子、私の今まで使ってた電子パイプと一番違うところは、この穴のところが本当に穴になってて、その今までのってなんかこうなんか銀色のやつなんだろう、あそこに触れることで音が出てたんですよね。で、あれはあれで大丈夫なんだけど、今までのやつだと手がすごい乾燥してるとか、逆に手汗かいててベチョベチョとかだとうまく反応しないことが結構ありました。ただこれはタッチで鳴ってるわけではないで、なんで鳴ってるのかちょっとよくわかんないですけど、タッチで鳴ってるわけではなくて、普通のプラクティスチャンターのように穴を塞いことで反応してくれるので、その時の手の状態に左右されないのはすごくいいなと思います。じゃあちょっと、これでできる、これの機能をちょっと説明したいと思います。まず普通にボリュームが
結構ちっちゃいのから。爆音まで、まあ、ライブで使えるんじゃないかなっていうぐらいの爆音まで出ますね。それからメトロノーム機能メトロノームのボリュームも上げられます。メトロノームで、オフ。それからこのメトロノームはもちろん4分の4とか4分の3とかそういうのは変えられます。からもう一個すごいのがここのそれぞれの一個一個の穴の感度反応の感度を変えられるので。何も設定しなくてもまあ大体いけるんですけどちょっと反応しにくい時に個々に、10段階ぐらいでレベルを変えて自分の一番なんていうか鳴らしやすい感度に設定できる機能がありますね。何が一番いいってだいぶ音が良くなりました。今までの電子パイプって本当に昔のゲームみたいなスーパーファミコンじゃないやファミリーコンピューターみたいなゲームボーイみたいなあんな音しか出なかったんですけどだいぶドローンの音とか、まあ、ハイランドパイプのちゃんとの音とかも結構上がりました。でもちろんミディ機能もついてるのでいろんな音が出せます。だからこれでパーカッションとかもやろうと思えばできます。じゃあちょっとなんか演奏しますかね。ということでいろんな音を出してみましたけどもプレイヤーチャンターどうでしたでしょうか。結構高いです。これはぶっちゃけ値段的には結構高いですがまあこういうハイランドパイプの形をした電子バグパイプとかに比べると全然安いですね。前に紹介したああいうでかい、なんていうの、ハイランドパイプっぽい形をした電子パイプってまあ、実際のハイランドパイプより高かったりするんですけどそんなにはしないです。まあプラチャーにしては高いですね。あと曲をやってる時に気づいた方いるかもしれないんですけど
プラクティスチャンターでも、今までの電子パイプでも出なかった、半音が出るんですね。こういう F とか C の半音が出るっていうのが私的にはすごいいいポイントです。結構半音使った曲をやるので、ということで Thanks for watching!